レブキチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。バンダナワサでございます。橋口です。橋口、久しぶりね。めちゃくちゃ久しぶりです。めちゃくちゃ久しぶり。そして、YouTube 撮るの、実は今年初。あ、そう、え？あれ、もうそんな経ちますけ？いや、気づいたらもう、ね、しかもバタバタしてて、はい、年末にね、あのパンナ2店舗の動画撮って以来、はい、動画一切撮ってません。なるほど、はい、道理でなんか久しぶりな感じが。そうなんです。で、トライかなと思って、実は昨日の夜、はい、ある新ブランドの、YouTube を上げようと思って、はい、そのファルコンに残業して、清水くんと木戸くんが、はい、あの撮影したんですよね、はい、でそれを傍らでこう見ながら、これいかんなと思って。なるほど。そろそろやらないかんと思って、ついに動い、はい、2023年パンナの方最初の動画でございます。お、はい、でこれね、実はあの去年2022年も2021年も、はい、あの毎回やってました、はい、でやらならやらならと思いながらやってなかったんですけど、あのテーマはやっぱりテーラード、やっぱりテーラード、あのパンナって、はい、あの普通のカジュアルショップと違って軸にあるのがテーラードジャケットなんですよね、はい、テーラードジャケットをベースにしたスタイリングでどうこうカジュアルに着こなすかっていうのが我々のテーマですので、はい、まずやっぱシーズン立ち上がり大体2月とかにあのやっぱりテーラードっていう題でやってたんですけど、はい、あのやりそびれちゃったんです。なるほど、はい、なので、4月10日、4月10日、はい、ようやくやります。来ました、はい、お待たせいたしました。大体、ね、この時期もねほとんど売り切れてるんですけど、はい、今年めちゃくちゃ実はあの去年の 1.5 倍から2倍ぐらいジャケットつけたんですよ。あ、そうなんですね。絶対売ってやろうと思って、おっていうところでまだ若干在庫があるもの、はい、もうほぼほぼないもの、はい、あんまりないものちょっとあるもの、はい、4パターンあるので、ご紹介していきたいなと思います。はい、はい、早速いきます。まずはこれ、はい、じゃん、タリアトーレの、はい、これもね実はすでに定番化しつつあります、はい、ね、ウールのシアサッカー、ウールのシアサッカー、ウールのシアサッカー、しかもよくよく見てもらったら分かるんですけど、はい、シアサッカーって結構ストライプとかのがね多いんですよね、はい、あのあと不揃いのこうボコボコってなったものが、はい、でこれに関しては実は綺麗にチェック、タータンチェックですねを、描いた、シアサッカーになります。めちゃくちゃ綺麗。この辺はね多分ね5年前とか10年前とかは、はい、存在しなかった素材だと思うんですね。ああ、そうなんですね。ここ最近の素材開発で開発された素材で、はい、とにかくねウール素材なので、はい、軽い通気性が良い、はい、で、あの、ね、回復力がすごいんですよ。あの結構シアサッカーって、はい、コットンのやつとかだと結構シワシワになって、はい、あのもうシワ取れないみたいな状態になるんですけど、はい、ウールのこういう去年 の, あのウールを使ったジャケットって、はい、本当回復力が強いのでシワがまずほぼできない。へー。でかつむちゃくちゃあ向こうが透けるぐらいの、すごい透けてる、はい、涼しさ、これもう真夏着れます。へー、はい、でかつあの抜群のストレッチ性、あ伸びるんだ、弾力性、着やすそう。だ大体もうこんな感じで袖まくって着るのが、はい、着方ですね。なるほど。でまあおすすめとしてはやっぱりこうパンナね、はい、夏でも襟物を着たいなってところで、ニットのポロシャツ、はい、に、こういうサッカーのジャケット、まあカジュアルなサッカージャケットなんで、はい、合わせはちょっと足元もこういうね、ファティーグパンツですね。セリゴン素材のちょっとワークミリタリーテイストのファティーグパンツ、はい、で足元はもちろんローファー、ジャコメッティ、はい、これも一つ の, あの夏のパンナスタイルの完成形じゃないかなと思っております。はい、はい、で、ジャケットに関しては、はい、タリアトーレの G ダカールという、はい、これもねもう超定番の、はい、もう僕らも口を酸っぱくじゃないけども、はい、なんかおすすめし続けて続けすぎて、はい、もうなんか言うことなくなってきてるぐらい。なるほど。そこまでも、はい、めちゃくちゃ軽いです。あの、はい、特殊材をね一切入れてないので、はい、とにかくもう軽いです。でその副次第入ってないにもかかわらずこの綺麗なこうラペルの綺麗ですね、ロール感だったりとか立体感が全体のこの立体感ですね、肩周りとか背中周りの、はい、すごい、なんかいわゆるこうアンコンジャケットってこう、はい、なんか体にピタッと張り付いちゃうような、はい、なんか頼りないようなシルエットのものが多いんですけども、はい、タリアトーンのこのジーダカールに関してはもう本当こう体をこう包み込んで、はい、より体をこう綺麗に見せてくれるぐらいの、はい、立体的なパターンで作られております。はい、でかつこの素材感ですね、素材感、夏涼しい、まあ、春なんかもね今の時期も全然着れますし、夏場 T シャツのようにさらっと着てもらったらそれだけでいいですし、はい、でこの伸縮性、伸びるんですね、伸びるとくしゃくしゃくしゃっとしてもシワにならない、この回復力、はあ
まあ、使い勝手としては、まあ、本当カジュアルに食事にちょっとこうね、はい、着ていったりもいいですし、はい、まあ、ご旅行とか、まあ、旅行いいですよ多分、はい、ちょっとじゃあ沖縄行きますとかちょっと東京行きますみたいな時に、まあ、移動中はやっぱジャケット着ないと思うので、はい、くるくるくるっとこう巻いて畳んでカバンの中に入れておいて、でもあれですもんね、シワクシャにならないからこんな感じで入れといて、はい、で夜ちょっと食事行くぞって時によっしゃって感じで羽織っていただければ、なるほど、まあ、僕も T シャツに羽織るだけでもすごく様になる一着でございます。はい、はい、イタリアトーレのジダカール、はい、ウールシアサッカー、タータンチェック、はい、ジャケット、はい、これサイズたっぷり用意しました、42から52まで入れたんですけど、52はさすがにもう完売しました。あ、そうなんですね。なので今があるのは42、はい、44、46、48、50で、ある程度もう基本的に揃ってるの、まあ、テンポはちょっと欠けてるんですけど、はい、確かに熊本のチャオンを出してたんで、はい、あのガッチャンコすればフルサイズ揃うんじゃないかなと思うので、ぜひ、試してみてください。はい、お値段は9万4000円の消費税、10万3400円、はい、で169cm、58kg の私で、はい、42を着用しております。松田さんで42ですね。コンパクトなんですけど、はい、結構あの素材の伸びもあるし、若干こうゆっくり作ってるのもあるので、はい、割とこう例えばなるべく44なんですよねみたいな人が、はい、結構42でいけちゃったりもします。ああ、そうなんですね。割とコンパクトに選んでもらってもいいかなと思います。はい、はい、というところで、実はこれのほぼ素材違い、はい、ほぼ素材違い、色違い、ほぼ同じ組織で作られているこのグレージュジャケット、はい、これも、ウールの、ポリウレタン入りの、シャサッカー、はい、でこっちはね、あるようにする、いわゆるヘリンボーン、わーすごい、ヘリンボーン、色が綺麗、色綺麗だよね、色綺麗です、グレーベージュ、グレージュ、色気のある色ですね、はい、でこっちはねもうねほぼなくなっちゃいました。あ、そうなんですね。パンナがこの間完売したから、うち、はい、2万のが44と46、44と46、はい、これちょっと44、はい、若干大きいんですけど来てますね、はい、こんな感じ44ですね。これは今あの この感じも悪くなくないな、まあ、なんかちょっと今っぽい、そう、あのインナーと羽織物をちょっと同系色で合わせちゃうみたいな、はい、で靴も同系でパンツだけちょっとずらすっていう、はい、ですね、あ、これ結構いいかも、はい、好きかもです。いいですね、はい、あのジャケットのこの中の特徴として、はい、結構ベントがねこう高めに切れ込んでるんですよね。もうちょっと浅いですよね、普通のジャケット切れ込みが浅、あの深いんです。はい、だからね、腰の位置が、ね、非常に高く見えるので、へえ、むちゃくちゃスタイルよく見えちゃうっていうのが、そういう効果があるんですね。そういう効果ございます。なるほど。だから、ね、このダカールってもう多分ね何年ぐらいやってるんだろう、もう5年ぐらいか5年以上かずっと定番でやってるんですけど、はい、あの他のジャケットのブランドとか他の形やってもなんかやっぱしっくりこないんですよ、はい、なぜこれがね多分完成すぎてるんかもしれないですね、ような気がしてなりませんですね。はい、ってとこでこれが、ジーダカールのウールシアサッカー、はい、グレージュヘリンボーンジャケット、はい、でお値段は一緒で10万3400円ですね。10万3400円、はい、でサイズが44と46の2サイズ、44と46の2サイズ、そうですね、まあ、SM から ML ぐらいの方は狙い目じゃないかな、ね、これでも本当この生地かっこいいです。いや、もう見てるだけでもすごい伝わってきます。これはめちゃくちゃおすすめです。というところでタリアトールのジャケット2000、はい、着ていきました。はい、というところであと2着あるので、はい、あの今回は編集しますよ、ちゃんと。はい、お願いします。あの着替えていきます。はい、わかりました。ということでじゃあ次こっち、はい、ラルディーンのストライプのシアサッカージャケット、ストライプのシアサッカー着てまいります。お願いします。お帰りなさい、はい、着替えてまいりました。お帰りなさい、はい、ブランド変わりましてラルディーンですね。はい、ラルディーンのあのさっきはウールのシアサッカーのストレッチのジャケットでしたけども、はい、こっちでもねシアサッカー、シアサッカーで、シアサッカーといえばもうこれを想像する方がもう大半なんじゃないかなと思います。はい、あのいわゆるホワイト系とのストライプのストライプ、柄になってて、ポコポコポコっと細かなですね、細かな凹凸がある、これこそもうザシアサッカ ッカーですね。もう本当オーセンティックなシアサッカージャケットなんですけども、はい、こっちのジャケットの特徴としてはまず一つ、はい、伸びません。あ、伸びない。伸びません。なるほど。あの真面目なやつ、真面目なやつなんですね。まあ、知るとこ見ていただいたら分かるんですけど、はい、
本当にこのなんかリラックスできるジャケットと、はい、なんかこう緊張感を持って着るジャケットってなんかあっていいんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、で最近の感じに関してはやっぱ旅行行ったりとか、はい、ちょっと食事に行ったりとかちょっと肩の力を抜いていきたいなっていうジャケットなんですけど、はい、こっちはちょっとこうバシッと、なるほど、はい、大人の威厳を出していきたいようなジャケットだと思います。はい、でより構築感がすごくしっかりあって、体の内容 ね、本当に僕本当結構胸板薄くて、はい、割とペラペラな体型なんですけど、はい、このジャケット着るとねやっぱいい体見えるんですよ。なんか立体感出てますでしょ、はい、でしょ、ちょっとねやっぱね40代の威厳が出せるジャケットで、僕結構ラルジン好きなんですよ。はい、ちょっと弱々しい人間なのでね部下たちに舐められる。いやいや全然そんなことないですよ全然そんなことないです。でこのジャケット特徴はね色、はい、通常シアサッカーのこのホワイトとのストライプって、はい、結構ねブルーが多いんですよね。あ、そうなんですね。うん、もうし白ブルーのもう本当爽やかな、はい、色のものが多いんですけど、ここあえてね、グレー系、グレージュかな、グレージュ、グレージュ系の色をね今回選びました。はい、っていうのもさっき言ったようにちょっと爽やかに、あんまりにも夏ジャケになりすぎると、はい、ちょっと着るの恥ずかしいかなと思ったので、はい、ちょっとグレージュ系のストライプをすることでよりシックな雰囲気に見えるんじゃないかなと思います。はい、まあ、これに関してはね結構なんだろう、夏のタイドアップみたいな感じで、はい、オックスフォードシャツでタイドアップしたりする着こなしもいいんですけど、はい、今回ちょっとなんだろう、ゴルフとか行くときはどうなのかなって感じで、あー、なるほど、で着てみました。はい、まあ、ダメージ系のデニムと、そうですね、インナーは、ジョン・スミートレンの24ゲージのニット T シャツ、半袖ニット、はい、カーキカラー選んでるんで、はい、ちょっとグレージとカーキの色合い合わせもいいんじゃないかなと思っております。こんな感じで、はい、デニムですね。でこのジャケットですね、今回ね何4着かな、4着、はい、4着しかお出しなかったんですけど、はい、全然アプローチとかアピールしてなかったんですけど、もういきなり2着なくなっちゃってます。あ、なるほど。そう、44と48が完売しておりますので、手頭のコーナー42と46のツーサイズ、ツーサイズ、はい、でこちらがあ、確か11万5000円と消費税、はい、11万5000円と消費税、はい、この値段もね結構あれって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、今ナルディーンのジャケット結構中心価格帯が12、3万、4万ぐらいなんですよね。はい、でその中でこの価格帯は結構手頃なんで、はい、ある意味結構おすすめです。なるほど。で、このシアサッカーのストライプに関してはもう全力全身で夏に来てください、春夏に来てくださいっていうものなので、はい、あと9月までかな、はい、この辺に関しては割とこう季節ごまかせるんで、はい、結構通年行けますよっていうんですけど、はい、これはもう完全にもう夏楽しんでほしいジャケットなので、はい、今から4月、5月、6月、7月、8月、はい、9月、意外と半年、夏長いですよね、結構長いです、日本長いですよ、意外と暑いですもんね。そうなので意外と着れる時期長いんで、ぜひこれは試してみてください。はい、サイズ限られます。42と46、はい、42まあまあ細いです。はい、169センチ58キロで42着ております。松田さんが着てないのが42ですね。はい、はい、オルディーニシアサッカージャケットでございます。はい、はい、そして鳥を飾るのがこれよ。これやばいよね、ちょっとテロテロというかトロトロ、ライトがいい時ここでちょっと見てほしい。あ、すごい光沢が、これね見て素材分かる人いたらすごいと思う。これ何になるんですか。これ、ね、先に言っちゃうとウールモヘア、ウールモヘア、モヘアモヘアってカーディガンとかで、ああでモヘア素材としてはモヘアです。あ、そうなんですか。あのモヘアって実はねスーツにもよく使われる素材なんですよね、スーツとかジャケットにも。へえ。どっちかというと夏用の、はい、シャリジャリっとした、はい、すごいねなんか張り感のある生地を作るのにモヘアって使われるんですよ。はい、モワモワから想像つかないぐらい。いや、もう全然想像つかないですね。はい、で本当ねこの光沢感のある夏に向けたすげえかっこいいジャケットなんで、はい、着てくるよ。お願いします。いいかい、鳥を飾ってください。じゃあ最後着てきます。お願いします。着てきましたよ。お帰りなさい。おはようです。どうですか。かっこいい。かっこいいっすよね。かっこいい。いや、ぶっちゃけこれ関しては僕サンプルは見てないんですよ。はい、まあ、よくいつも言ってる生地スワッチで、はい、この生地お下げやなと思ってオーダーして、はい、上がってきてビビりましたね。はい、かっこいい。これかっこいいっすよ。色もいいし、この何ですか、光沢感。光沢感。
まあまあ、なんか日常的になんかカジュアルに着るジャケットではないと思います、はい、ただおしゃれしてっていう部分でこれ着るのはむちゃくちゃおしゃれだなと思ってですね。で、さっきちょっと軽く説明したんですけど、はい、モヘア素材、はい、割とこうスーツとかでもウールモヘアのシャキッとした、スーツとかって、はい、かなりやっぱクラシックでなんですかね、大人見えな、はい、一着に仕上がるんですけど、これもねなんかそういうクラシックな雰囲気もありつつ、はい、なんかどこかちょっとこうなんだろう、スポーティーな雰囲気もですね、なんか、はい、感じます、感じるんですよ。だからすんごい不思議な素材で、不思議ですね。僕もね長年やってるんですけど、はい、パッと見た時に化繊なのか、はい、天然繊維なのかわからない、はい、で答えは半々です。半々です。半々、はい、でナイロン 50% と、はい、ウール 34%、ウール34%、モヘア 16% という素材感なんですけど、だからいわゆるさっき言ったそのモヘアウールのクラシックな、はい、いわゆるこうこういうちょっとジャケパン合わせて、はい、綺麗な見え方をさせると、なんか大人なジャケットになるんですけど、はい、ちょっと多分ねスポーティーに着こなしてあげても、なんかねナイロンジャケットのような感じで、はい、見え方が見えるんで、どっちにもこなせるんじゃないかなと思うんですね、はい、だからさっき履いてたようなダメージデニムに白 T にパッとこれ羽織ってあげたりとか、はい、それこそパーカー中に入れて羽織ってあげたりすると、なんかナイロンジャケットのちょっとスポーティーな感じで、はい、着崩した感じも見えるしで、はい、なんかねこれ多分今までねなかったタイプのジャケットだと思います。ですね、はい、なんか自画自賛ですけどすげえかっこいいのを出したなと思って、めちゃくちゃかっこいいです、はい、でかつさっきお話したように半分ナイロンが入ってるので、はい、割とこう天然繊維100のものよりもちょっとこう機能系の、あ機能系なんですよね、これハグがついてる、ね、はい、コンフォータブルウェア、はい、トラベルライト、まあ軽いっすよとかね、はい、ブレッサブル、はい、まあ、天然素材なんで中の湿気は出してくれます、はい、でライトウェイト軽いですよ、はい、一緒じゃん、ね、はい、セーブスペースだから畳んで、カバンに入れても、シワになりませんよ。うーん、でこれ結構でかいです、ウォーターレパレント、はじくはじきます、水はじきます。なるほど、だからまあ本当こう出張とかに、はい、着ていくのにも全然ありだと思いますし、はい、まあ、普段着でさっき言ったナイロンジャケットのノリで着てもらえるのも全然ありなのかなというような一着でございます。すごいな、ね、なんか単純にこうパッと来て鏡の前見た時に、はい、うわーかっこいいこれってなるやつ、なるやつですね、なるやつで、かつやっぱ色もね、はい、この色なんか持ってないかなっていうところで、色は何色になるんですか。これはもうまさにグレージュです。グレージュ、グレージュ、ちょっとベージュがかったグレーになりますね。かっこいいな。いやでもねグレー系のジャケットってね本当なかなかかっこいいのないんですよ、はい、なんかベターっとしたちょっとビジネスっぽいやつとかやぼったりスーツっぽいやつになったりとか、はい、なんかコットンのグレーもなんか作業着っぽく見えちゃって、はい、あんまりかっこよくないんですけど、これはなんかね今までやってきたグレー系のジャケットのある意味頂点かもしれないです。ですね、なんかいい意味で決まりすぎてない、はい、でかつこのなんかスポーティーな素材にもかかわらずラルディーン特有のこの構築感ですよね、はい、何回います、僕結構ペラペラなんです体ひ弱な僕でもちょっと強そうに見せてくれる、全然そんな風に言えないですね。このラルディーンの構築感抜群におすすめでございます。すごいなぁ。で、お値段は、はい、まあ、ちょっとしますやっぱり、はい、14万の商品で15万4千ですね、税込み15万4千、はい、でサイズは結構これらに経営でね42から50までやってますね、はい、で42、44、46、48がちょっと完売しました。はい、で50、はい、42、44、46、50の4サイズですね、はい、はい、169cm、58kg の厚田で、42を着用してます。松田さんで42ですね、まあ、ジャストですね、ジャスト、綺麗にするよ、まあ、全体はこんな感じです、はいはい、ちなみに合わせたパンツは、インコテックスのチノリーノで、はい、コットンリネンの最近入ってきたやつですね、はい、そうです、コットンリネンのチノリーノの、キャロットフィットっていうちょっと腰回りふんわりの、はい、キュッと膝下テーパーという、はい、で 169cm、58kg の私で、はい、カットしなくて履けちゃう嬉しいパンツです。あ、ジャストレングス、はい、でかい、おすすめでございます。はい、はい、というわけで、やっぱりテイラードと題しまして、はい、恒例の企画なんです。はい、次の秋もちゃんとやろうと、真面目にやろうと思います。そうですね、はい、パンダ方やっぱりカジュアルでも大人はテイラード着たいなっていうところで、お勧めさせていただきました。はい、ナリアトーレ2種、はい、ラルディに2種、
はい、詳しくは概要欄に載せておきますので、またぜひご覧になってください。はい、はい、お願いします。もうすぐゴールデンウィークですね。そうですね、ゴールデンウィークに向けて新ブランドの、購入が、まあ、ダイノパンナとかパンナでもあるので、はい、その辺の YouTube ももうすぐ上がると思います、はい、あとこの間熊本行った時にちょっとお店紹介の YouTube も撮ったので、その辺ももうすぐ上がると思います。待ち遠しい、はい、すごいまだ更新しないのかって方も多かったと思うんで、頑張っていきますんで、これからもよろしくお願いします。お願いします、はい、チャンネル登録と高評価お願いいたしますYouTuberっぽい初めて見ましたということで、橋口君ありがとう。はい、ありがとうございました。またお願いします。